僕の馬がいるんですけど、名前をつけていただきたい、ちょっと名前募集ということですね。はい、皆さんこんにちは、マリキンです。なんと今日はですね、馬の名前をこのチャンネルの皆さんと一緒に決めたいと思います。でですね、リミットがありまして、6月9日のお昼の12時までにちょっと決めないとですね、デビューができないという事態にちょっと陥ってましたですね。なのでちょっと急で申し訳ないですけど、6月9日のお昼までにちょっと名前をですね、ぜひつけていただきたいなと思います。で、その名前が採用された方に、まあ勝ってもあげるのこのちょっと馬のこのゼッケンというのがあるんで、このゼッケンを差し上げますので、まあここに名前が入るんですけど、それをちょっとね、本当6月9日の12時まででぜひお願いします。いや本当能力試験受けられないんで、予託でばっか取られてきついなって思われて、そこはぜひお願いします。僕の馬がいるんですけど、大井競馬に入居する、大井競馬の高橋厩舎という厩舎に入居するですね、あのハリーサップの18という馬がいるんですけど、名前をつけていただきたい、ちょっと名前募集ということでですね、やりたいんですけど、でその理由としてですね、実は決めたんですよ、名前を。馬スタグラムって名前を決めたら、もう来週あたりに試験受けようと思ったんですよ、能力試験ってのなんですけど、そしたらまさかまさかの落とされたんですよね、名前を馬スタグラムで。なんでちょっと急遽近日中に決めないと能力試験で受けられないっていうちょっと事態に陥ってましてですね、ちょっと誰かちょっと名前つけていただきたいなってなりまして、でこちなみに馬名って結構意外に落とされるんですよね。なんていうんですかね、こう商標に引っかかっちゃダメだとか、あと実況しづらいとか結構あるんですけど、規定は。ただ地方って結構通るのに、なんでウマスタグラム落ちるんだよみたいな感じなんですけど、まあ理由はなんかインスタグラムとなんかそれのパクリみたいな感じで、あのダメだって話になったんで、で馬をちょっと紹介したいんですけど、血統がやっぱ名前つけるのにやっぱそれって大事じゃないですか、どんな馬なんだみたいな。お母さんがハニーサックルで8ハーツくらいなんですよ。でこのハニーサックルという馬は日本の、田村厩舎にいたんですよ。でこのハニーサックルの意味なんですけど、ラムをベースとするカクテル名なんですよ。カクテルで、その子供たちの名前がマンゴープリン、マンゴープリン、ガーリシアゴールド、スイーツ系かな。でハニーサックルのお母さんで、お父さんがフリオーソですね、フリオーソって言ったんですけど、なので何に引っ掛けるかなって、まあ何でもいいんですけど、要は走りそうな名前だったらいいんですけど、ちょっとこれをですねお願いしたいんですよ。なんでかというと、さっきも言ったように能力試験で受けられないでも困ってるという、で調教師から言われたんですけど、早く決めてくんないと能力試験で受けられなくてレース使えませんみたいな。でこっちはちょっと予託料も払ってるんで、確かにレース使えないで痛いなみたいな感じなんですけど、名前が決まってない。通常名前というのはドラフト1位2位3位で決めるんですけど、1番手2番手3番手で大体どっから引っかかるんですよ。ただ馬名前決める時ってこと調べるじゃないですか、同じ名前いるのかなみたいな。馬スタグラムって出たら何にも出てこなかったんですよ。なんで通常通るじゃないですか、ちょっとなんか愚痴っぽくなってますけど、普通通るんですけど、それがまさかまさかまさかの落っことされた。しかもそれ来たのが本当つい昨日とかなんですよ。あの応募欄はこの概要欄に出てますので、ちょっとそれをチェックしていただいて、あのいただければなと、思います。はい、ありがとうございました。この動画をあの気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方ですね、あのじゃんじゃんいただければなと、思います。ありがとうございました。